潮はかけないで芋を味わう。食塩不使用フライドポテト、芋丸ごとすっごく芋。のりをうまいのりを多くかけたのよ。のりたっぷりフライドポテト神のり塩。うん、お願いします。うん、お願いします。お願いします。お願いします。はい、だった。はい、だった。すっごく芋、レッツトライ。おかわり食べてみて。食塩不使用プライドポテト、芋丸ごと小池屋。はい、おお、バッチリ。はい、ガット旦那さん、そっちに以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、カット。仕事さんで遊ばれてのり、すっごいよ。神のり塩、小池屋。はい、バッチリもらいました。ありがとう、お疲れ様。そう、味の向こう側に行ってください。そう、さらに行きます。田村優です。小池屋プライドポテト、小池屋さんがプライドをかけて、本当に美味しいポテトチップスになっているので、ぜひラグビー見ながら皆さん楽しんでいただけたらと思っています。まあ、自分がこんな素晴らしい CM 出させてもらえると思ってなかったんで、本当にいい経験させてもらいました。なんですかね、もう本当に夢中で食べちゃったんで、自分でもどんな表情してるか分かんないんで、ぜひそれをちょっと見ていただければ、はい、助かります。出来上がり楽しいですね。そうです、僕もちょっと未知です。はい、しました。はい、全く別なので全然違う緊張感あって、本当に初めての経験といいますか、はい、本当に緊張しました。し、もうこっちの方が全然緊張します。はい、試合の方では緊張っていうことをコントロールとか、そうですね、もう、まあ、しっかり準備してあとはやるだけっていう状況なので、そうです、今回結構ぶっつけ本番じゃないですけど、本当初めてなんで、はい、緊張しました。どうですかね、僕も分かんないです。もう別にあんまり失敗することとか何も気にしてないんで、思いっきりミスってやろうぐらいの感じで、はい。じゃあもうミスを怖がらないというか。そうです、僕は。はい、ちょっとお昼ご飯控えました。はい、でもほぼぶっつけ本番です。はい、食べカットのためにこうご自身でその鏡見ながら練習とかされたりしました？いや、それもしてないです。本当にぶっつけ本番です。はい、まあ、アスリートなんで一応その過度には気をつけてないですけど、本当少しは気使ってますし、まあ、塩分取りすぎ注意っていうのは栄養士さんからも言われるので、まあ、でもこれ不使用なので、あのアスリートだけじゃなくてちっちゃい人もお年寄りの方も気にせず食べれるかなとは思います。美味しかったです。みんなで食べたいです。いっぱい。はい、本当に素晴らしい1年で、僕にとっても日本ラグビー界にとっても大きな変化があった1年でしたし、まあ、この年明けから1月からですね、トップリーグ始まりますので、そこでもう一回いいパフォーマンスして、
お客さんにこう楽しんでいただけるように頑張りたいと思ってます。この度小池屋プライドポテトの CM に出演させていただきました塩谷由紀です。小池屋さんがプライドをかけて作った本当に美味しいポテトチップスフライドポテト、ぜひ食べてみてください。私にとって食べることは一番の楽しみだったので、今回の撮影で紙のり塩をたくさん食べられたので、本当に酢に近い自分の表情が出したのかなと思います。佐々木さんがすごくハマりましたね。佐々木さんの頭が面白かったです。はい。一緒に住んでいるおじいちゃんがラグビーがすごく大好きで、予選の時から見させていただきました。すごい大きい声でおじいちゃんが応援するので、その一緒に隣で見させていただきました。田村選手、愛知県出身じゃないですか。それで私の父が愛知県出身なので、何か勝手に親近感が湧いてしまって応援していました。そうですね。どうしたらメンタルが強くなれるというか、聞いてみたいですね。すごく緊張しましたね。初めてのテレビ CM 出演だったので、すごく緊張しました。モデルのお仕事もされて、何百人何千人何万人の前でランウェイとか歩くのと、どっちが緊張しました？ CM の方が緊張しました。はい。海苔の香りがすごい強くて、食べた瞬間なんかきたーって感じがすごくて、そしてなんかこの食べた後、あの歯のチェックが必須だなって思いました。そうですね、家族みんなでこう囲んで食べたいなって思ってて、一人で勝手に食べてしまうと姉や弟から叱られてしまうので、みんなで囲んで食べたいなって、食べ物の恨みは怖いので、みんなで食べたいなって思います。ありましたね。なんか半分が、3つに分けるんですけど、それがうまくできずに弟がお姉ちゃん家の方が多いとかっていうくだらない喧嘩はありました。宿題を家に忘れてしまった時、学校で先生が提出しなさいって言わなかった時、わあ先生神って思って。私は、今回初めてのテレビ CM 出演です。これから私が CM や映画に、出るときに、皆さんに強く印象に残るプライドをかけた仕事をしていきたいと思います。